皆さんこんにちは、ポータルグラフ開発のロバです、この動画では、複数画面のポータルグラフの、キャリブレーション方法について解説したいと思います。はい、では、ポータルグラフを起動していきます。ポータルグラフを使ったこのアプリケーションをまず起動して、でそうするとこのように、今、このメインの画面とこの2番モニター3に、表示されているんですが、3番の方はこのデスクトップがそのまま表示されているので、この2番と3番に表示されるようにします。でまず F12 キーを押してあげるとこのように設定画面が出ますので、このスクリーンカウントを2にして、でスクリーンナンバーズを2と3にします。でこれでアプライを押して、この OK を押すとこのアプリが終了しますので、次に、もう1回アプリを起動するとこのように2番モニター3番モニター両方にこう表示されています。はい、ではこれから2番画面のキャリブレーションを行います。でまずこれ今サイドバイサイドで画面分割になってますんで、これをちょっと見やすいようにモノにします。これで1画面になりました。でキャリブレートをクリックするとこのようなウィンドウが表示されるんですが、これはまず一番上にこの画面のサイズを入力していきます。でこの画面は 15.6 インチのモバイルディスプレイになっているので、横幅が 0.195 メーターで、縦が 0.345 メーターというこうサイズになっています。でこのバーティカルスクリーンっていうのは、このモニターが地面に対して垂直になっているかっていうのをこう指定します。これが、チェックされていると、トラッカーが、斜めになっていても自動で補正してくれます。で、ここのトラッカー&スクリーンボトムディスタンスっていうのは、このバイブトラッカーのこの中心のこの穴の位置と、この画面の下端がから、どれだけこう離れているかっていうのをこう表します。で、デフォでは 0.1 メートルになっているんですが、それをこの下端からさらに下に、0.1 メートル離れたところにトラッカーを設置するっていう意味なんですが、見ての通りこの下が埋まっちゃってるので、今度これ数値マイナス、逆にして、で、このトラッカーのこの下の輪っかの半径が7センチなので、その半分でマイナス 0.035 ということでこう入力していきます。マイナス 0.035 合ってるな。でこの状態でキャリブレートを押すとこのようにここにトラッカーを置けとこう表示が出るので、ここに置きます。でこれで自分の額にトラッカーを付けてこうやって見てみると、大体このような感じで位置が合ってますね。はい、続いて、3番の画面の方をキャリブレーションします。で、2番と同じようにこのキャリブレートをして、画面サイズは、0.195 と、こっちが、0.345で、バーティカルスクリーンで、このトラッカー&スクリーンボトムディスタンスをマイナス 0.035 と入力し、でこの状態でキャリブレートを押すと、はい、ここに押すけというので、指示通り置きます。でカウントダウンが行われ、でこうやって見てみると、あ、ちょっとこれ今2画面になってるから、ちょっと1画面、モノにしてあげると、で、これで見てみましょう。だいぶずれてるんですけど、まあ、とりあえず、大雑把には一致してますね。はい。はい、では、手動でこの画面のつなぎ目のこう調整をしていこうと思います。でまずですね、この2番メインの方になってる方で、こう正面から見てみて、こう、正面から見て、この線が、ちゃんと、水平になっているか垂直になっているかを確認します。で、数字の 1,2 キーでこの表示を、拡大縮小できるんで、まあ縮小してみましょう。でこれでこうやって見てみると、まあ大体こっちは大丈夫そうなんで、ちょっと2番の方は割愛して3番の方に行ってみます。で、3番の方のまずマニュアルアジャストメントをして、でこの状態で
画面を真横から見てみます。でこうやって見比べてみますと縦がだいぶずれてますね。で、この状態でページアップダウンで、画面の高さ調整ができますので、これでちょっと持ち上げてあげると、高さは真横から見た高さはこれでだいたい一致かな。で今これ左目の映像が出てるんで、左目で見るようにして調整してください。で高さは一致したんですが、この位置が合ってないので、カーソルキーで、前後左右をこうずらすことができます。でこれはこうですね。でこんな感じでだいたい一致しましたね。あのカメラの位置と目の位置がちょっとずれてるので少しずれて見えるんですが、ちょっともうちょっといじってこんなもんかな。今私の左目だとちょっとずれがあるけれど、だいたいこんな感じで、そうですね、だいたいこれで綺麗になったかな。でさらに、WSD と、Q と E、R と F でこのカメラの位置を変えられるので、これで、画面を回転させたりしてこうやって見てみたりするとこのつなぎ目がこう綺麗に位置してるかどうかがこう確認できますが、まあおおよそ OK なので、じゃあこの状態で、OK を押します。これで、一番の方もこのクローズしてあげると、このようにだいたいこのように画面が一致してますね。以上になります。で、この操作を説明しますと、とにかく、このカーソルキーで前後左右移動、ページアップダウン、ページダウンで、画面の高さ調整、あと今回使わなかったですけれどホームキー、エンドキーで、この画面の、Y 軸に縦軸に、画面を回転させ、このインサートとデリートで、Z 軸に対して画面を回転させることができます。で今回はバーティカルスクリーンをオンにしているので、自動で画面が、角度が補正されているので必要ないのですが、もしもそれをオフにしてこう斜めにこう画面を配置したりする場合は、このホームとエンド、インサートとデリートはよく使うので、ちょっとコツが必要だと思うのですが、ちょっと頑張って使いこなして綺麗にこう画面がつながるようにしてみてください。以上になります。